マリアンヌさんの生活とバイオリン演奏の位置関係、はいはい、普段の生活の一部という感じでしょうかね。あの、もうバイオリンを弾かない日はうんと調子が悪かったりとか。まあ仕事。で、どうしても時間が取れないとか、何かやることがあって、バイオリンが触れない時以外はあのほとんど演奏を。 あのまあ、少しでもしていっているのでそれでいうと本当に習慣の一部といいう感じかもしれないですねあの小さい頃から旅行に行く時も必ずバイオリンをあの、まあ、家族で旅行に行く時でも必ずバイリンを持って行っていて午前中練習をしたら遊びに行けるとかそういう感じだったのであの旅館とかホテルのところでなんか練習して。 えとお父さんとかに注意されて泣いてみたいなことを覚えてるんですけどもなんかそういう感じで昔からそうだったので今でも、えー、とほとんどバイオリンを持って、えー、と実家に帰ったりとかする時もそうですし出かける時も必ずバイオリンを持っていきます。えー、とちょうど 1>, 1年前に、えっと、フランスに1週間ぐらい行ったことがあるんですけどもそこでもバイオリンを持っていって、まあ、せっかくバイオリンを持っていったからっていうことで路上で演奏したりして、あのーまあ、そういうことをしたこともあるんですけどもそういった感じでも持ち物の中に普通にカバンの中にいろいろポーチを入れてお財布を入れてバイオリンを入れてっていうようなそういう感じです。 いやじゃあフランスに行った時もパリでですか演奏したっておっしゃったのあそうですねパリでですねパリのなんか広場みたいなところにバイオリンを持っていってあの演奏したりしましたうわああちらの方は <laughs> あのもうバイオリンのケースを開け始めて私が準備をし始めたら何かやってくれるんでしょっていうような感じで周りにこう 集まっってててきてくれてるあくれるっていうのがすごく印象的でしたあの日本でも実はあの路上ライブっていうのをやったことがあるんですけども日本だとそれはまずないですねあの演奏を始めてちょっと外国人の方とかが立ち止まって盛り上げてくれているとその後に続いてあの日本人の方がこう立ち止まって聞いてくれるっていう。 雰囲気で私はそういうあの感じがしたんですけどももうあちらに行くともうまだ音を出してないのに集まってきてくれるそういうのはすすごく違いを感じましたそうですね、うんはい、結構あの地下鉄とかそれから地下鉄上がったところの出口とかで私は結構見ましたね、公園のとこあれは嬉しいですね。そう自分 <laughs> じゃ コンサートとかじゃなくてあ演奏してみたいなと思ってそうなされてただけなんですね,そうですねなんかあのー、まあもちろん観光もしたかったんですけれどもなんか向こうで他にやれること、あのー、バイオリンでできることなんかないかなって考えた時に路上ライブやってみたいなと思ってもうあの実はバイオリン持ってたから。 やってみたっていうよりも、まあ、それもその旅行の一部に <laughs> 私が組み込んでいて実はあのポータブルの電池とそれからあの音源を流すちっちゃいあのスピーカーというかそれまで <laughs> カバンの中に入れて持っていてすごく大変だったんですけれどもそれ本当に生活にも密着してますね。<laughs> そうでですすねね楽しいです、ね、マリアンニさんにとって好きな自分についいてて教えてください、はい、好きな自分はですねうんまあそういう昔からいろいろあって、まあ、できてきたこの真の強い感じとかあとは、まあ、そういうこともあってすごく自然に生きているかなっていう気は自分でしてるんですけれども。 あのそうですねなんというかその噂に惑わされないというか例えば結構皆さんあ,あの人はこうだあの人はこういうところがあるからダメだとかってよく、ま、人のことを言ったりされると思うんですけれども私自分も言われてたっていうこともありあまりそれを逆に信じないようにあのなったところは。 私的にはいいことなんじゃないかと思ってるんですけどもだからみんなにちょっとこう距離を置かれている子とかも、えー、と私は一度話してみてそれですごくあのひどいことを言われたりとかそういうことがあった時には自分で判断するんですけどもあの噂とかその人の意見にはあまり左右されないっていうところは好きなところかなと思います。 それはとっても、私も好きですね、そういうとこは。<laughs> うん、いいですね。いや、なかなか難しいですよ、日本はだけど。と思いました。日本は言っちゃ嫌いです。<laughs> いや、そうだと思います。もういろいろ大変だったので、うん、で、やっぱり足並み揃えないと。そうそうなんだろう、言われちゃうっていう。ところがあるので。なんていうか、だから、もう、常に、ちょっと一歩引いてしまうっていうのは。 逆に言うと私の欠点ではあるんですけれどもなんかどうしても,もうそれが染みついてしまってあんまりそうです、ね、なんか人見知りし,なさそうなしてなさそうな風に私は見られるんですけれども隠れ人見知りという感じであのちょっっと一歩引いててしまってますねわかりますね、私も日本でだとそうなんですけどドイツだと伸び伸びしてしまって全然変わります。 それはすごくいいですね。ヨーロッパの方が合ってるかもしれませんね、はい、マリアンヌさん。うん。<laughs> そっかもしれないです。<laughs> いつか行くかも。<laughs> はい。いいですね。マリアンヌさんにとって、ご自分の演奏やステージ作り、コンサート作りに対して、エゴイストだと思いますかあの性格っていう意味じゃなくて。ああ、私はですね、えっ、ー、と、自分の主催のコンサートに関しては、 多分すごくエゴイストだと思いますなんかあまり妥協できないというかあのところはあるんですけども、まあ、ケースバイケースというか人の舞台でお仕事いただいた時とかはあの私を出しすぎるとあのアンバランスになってしまうということもあったりそれを求められていないっていうこともあったりで、えーとまあ、それをあまり出さない。 エゴはそこまで出さないっていうこともあります。で、それも私であの,の中で噛み砕いてどうしてもなんだろう私が自分自身がはまらないなって思ったときはお断りしたりすることもあります。なんか昔その自分えっ、ー、とお仕事をいただいて本番まあサポートですけれどやったときに。 なんかそこで、私はすごく頑張りすぎて、えー、頑張りすぎだというか頑張ったつもりだったんですけれどもある方になんかこのステージで自分を自分,自自分ってその出しすぎるのはどうなんだろうねってある方に言われたことがあって私の名前は出されなかったんですけれども。 多分私と目があって言ったので私のことを言われたのかなっていうふうに思ってああの時と場合によって出していいとこといけないとことあるなっていうことを感じて、まあ、それは使い分けるようにしているんですけれども自分の,あの本番っていうふうになったり自分のステージになった時はあのなるべくその自分のしたいところまで持っていくようにしています。 なるほどでも私ビデオであのスティングの誕生日の時にこういろんなアーティストが来た来たあの歌ってるのを見て皆さんすっごい自分の個性出されててそっちの方が面白いなとは思いましたけどねあそうですね <laughs> 本当はねそういうのもあっていいかなと思うんですけども、うん、ですねでは、はいえー、バイオリンを演奏する上で望ましいと思える環境を教えてください えっとそうですね、望ましい環境、日本でいうと、やっぱりうん海外もそうかもしれないんですけど、防音がちゃんとしてるっていうことかなというか、そのやっぱり音が結構うるさく出てしまうので、そこは結構、日本にいると、隣との距離も近いですし、結構かあの気にする。 かなっていうところがまずありますあとはその環境のことで言うと,、えー、と私が生徒にあの何人か生徒がいて小さちちい5年生だったかな小学校の生徒で、えー、と習っていた子がいるんですけどもその子が、あのー、練習の場所があのなんだろう親御さんから与えてもらえなくて。 お父さんが、まあ、か家事というかなんかをやっていてえっ、ー、の他の兄弟の子たちがテレビを見ているそういう,こうガチャガチャした中でバイオリンを演奏して練習しているっていう子がいて、えー、と環境そういう意味ではあの集中できる環境がないとバイオリンって結構難しいかなっていうふうに思います。音音が自分だけの音 だけで、えー、と他の音が聞こえない環境もちろんあのオーケストラとかに入ったりしてみんなで練習それぞれにしてるときはみんなそれぞれの音を出すのであのすごくうるさい中で練習したりとかはするんですけど普段はそういう集中できる場所っていうのがうん環境的には望ましいのかなっていうふうに思ったりします。あとは、えーと 日本のことでいうと湿度が少ない方がよくて、えー、とドイツとかはもうすごく湿度が少ないと思うんですけどもヨーロッパはすごくいいなと思うんですけども日本は湿度が高すぎるのであのそういう面では環境はあまり合っていないかなというふうに考えています。 うん。<laughs> そうですね。なるほどです。はい。ありがとうございます。で、バイオリン演奏と経済的な意味での希望はありますか。経済的な希望で、ですね。<laughs> と。うんと。でも、これは。はい、うんお。お答えいただける範囲でいいです。ああ、わかりました。はいはい、えっと。バイオリンって、あの。 まあ印象的には高い楽器っていう印象があると思うんですけどもうんと趣味でやる分にはやっぱりあのあやっぱりというか趣味でやる分にはそこそこ手ごろな楽器もたくさんありますし実はそんなにあの身構えることもないと思うんですけどもプロでやっていくとやっぱりそれなりにお金はかかってきますので維持費とかもかかりますし うーん経済的に余裕が、まあ、ちょっとあった方がというかあるに越したことがないなというのもあの正直なところです。私ちっちゃい頃バイオリンをやっているっていうことでなんかお嬢様お嬢様って生やされたことがあってすごくそれ嫌だったんですね。でうちは実は別にそんなにあの両方ともあのえっ、ー、と。 両親は公務員ですしそんなにお金持ちっていうようなところではそんなあの言うほどのことじゃなかったんですけれどもだからそれをすごく言われるのが嫌だったんですけれどあの大学に入って音大にまあ入ってみて周りの子たちの裕福さに <laughs> 驚いたというあのことがあって結構皆さん,あのなんだよ余裕がある。 あの子が多かったので、私はその中であの決められた額のお小遣いを送ってもらって仕送りしてもらってあのそれを30日で割って1日これだけしか使えないからっていうふうにまあ区学生までは行かないんですけどもあのアルバイトもする時間なかったのであんまりあの。 友達に誘われてあのコーヒー飲みに行こうコーヒーヒ飲みに行こうって言わないですけどお茶しに行こうって言われた時とかも何とかかんとか言って断ってっていうことがあったんですけど、まあ、そういう意味でもあのまあ、えー、と経済的に余裕がある方がきっとバイオリンはやりやすいのかなっていうふうに思います。あの私も弓を、ね、ずっと もう一本あの買いたいなって何年も前から思ってるんですけどもバイオリンの場合はローンが組めないので、えー、なかなかなか <laughs> なかなか買うっていうところまでいかないっていうところがあります現金じゃないとダメなんですよ <laughs> なのでなかなか難しいなって思ってますなるほど大変ですね、うん、<laughs> そうですね